今日は2017年2月24日明日は結婚式、東京ステーションホテルで手紙を書いています。いよいよ明日結婚式を迎えるね。今かずきちゃんはどんな気持ちですか？かずきちゃんと付き合って本当に楽しいことしかなくて、幸せってこういうことなんだなってかずきちゃんから教えてもらいました。いつも自由奔放な僕に付き合ってくれてありがとう。いつも大切にしてくれてありがとう。Started making sense when you walked into my life. It was obviously stars aligning. There's no denying with you. Love is an ocean. With you, I'll never get enough. With you, forever is a moment. みなちゃんが辛い時も、病気になっても、何があっても一生支え続けるからね。体調悪い時に支えてくれて、かずきちゃんと一緒になれてよかったと改めて思うことができました。お父さんお母さんに育ってもらってよかった。感謝しかありません。人は言葉を食べて生きていますから、言葉に実が忘れていると私は感じた。お二人のプレスとめる人生を喜んで生きて